アメリカ合衆国、カリフォルニアの支所箱。香港の支所箱支所箱は、郵便局内に設置された、あらかじめ受け取人として申し込んだ人専用の郵便物受け取り箱のこと。支所箱というのは、郵便局内に設置された、上付きの箱、ロッカーであり、あらかじめ支所箱仕様を申し込んで鍵を受け取っている、人が郵便局から郵便物を受け取るためのものである。 それなりに空間を占有するので、すべての郵便局に設置されているというわけではない。あくまで、ある程度以上の広さがあり、支所箱を設置する部屋を確保できる、郵便局に設置されている場合がある、という位置づけである。フランスの支所箱フランスでは、基本的に誰でも申し込めば使える。フランスでは、郵便番号と混乱しないように、郵便物の宛先として BP に続いて、 数字を書くことで区別する。BP は、支書箱の略。フランスの支書箱宛ての宛先表記は例えば次のようになる。ソシエテラジョイ。320リュネラレップブレイク。BP9123。12100ミルをシーデックス。スイス、ジュネーブの支書箱スイスでも、基本的に誰でも使うことができる。スイスでは、支書箱は、 ケイセス,スポストレスカーズポスタルという、スイスの支所箱の宛先表記は例えば次のようになる。ソシエテラジョイ、リューデラ・カンフェダーション320、ケースポストレイ、1200ゲネベイ、アラン・スミシー、PO ボックス555555 55 55 55、ハリウッド CA、c a 9七7 2日本郵便株式会社の郵便局に申し込んで、 契約することで使えるようになるが、郵便物の着信数が一定程度あることなどの制限がある。特に、日常的に大量の郵便物が届けられる、放送局や通信販売会社、検証などの宛先として設けられることが多い。また、個人として契約し利用することもできる。ただし、特別送達や選挙郵便は、支所箱送りにはできず、 宛先への現地配達となる。宛先としては、日本郵便株式会社の郵便局に設置されている、支所箱の場合は、以下のように記載される。郵便番号137-8799、新東京郵便局支所箱、NNN 号、郵便番号137-8799、日本郵便株式会社新東京郵便局支所箱、NNN 号、 郵便番号137-8799、新東京郵便局郵便支所箱、NNN 号、郵便番号137-8799日本郵便、新東京郵便局支所箱、NNN 号なお、郵政民営化方針の一部見直しに伴って、郵便事業株式会社が郵便局株式会社が、吸収合併されるまでは、郵便事業株式会社支店支所箱、NNN 号であった。 実際の住所がわからなくなることから、悪徳商法にも利用されることがある。この場合、条件の緩い施設支所箱も使われる。原則的に郵便番号の扱いとしては、支所箱番号が付いているものは、上3桁の地域番号に続いて、8691。また、支店郵便局着付けの場合は3桁の地域番号に続いて、8799を、 使用郵便局支所箱号の形式となった。アメリカの支所箱、ドイツの支所箱、各種のサイズ、ありがとうございます。